2015年中国杯は2015年に中華人民共和国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2015-2016ISU グランプリシリーズの第3戦である。2015年中国杯は2015から2016年シーズンに開催される中国杯。 2015年11月6日から8日にかけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、北京の首都体育館で行われた。今大会開催国の統括団体である、中国スケート協会に対しては、各種目で最大3人の出場枠が用意された。男子シングル8月17日、ダニエル・サモーヒンが、ジュニアグランプリシリーズへエントリーするため出場を、辞退した。 8月21日、エラチバルデが追加招待された。9月14日、ソークスノキが追加招待された。10月15日、小塚隆彦が左足首腱昇園のために出場を辞退した。10月16日、イバン・リリーニが追加招待された。女子シングル9月14日、チョーコとテイロが追加招待された。ペア8月17日、リーナ・フェイドロは、 マキシム・ミロシキン組がミロシキンの膝の怪我のため出場を辞退した。8月21日、バネッサ・グレニエ・マキシム・デシャン組が追加招待された。10月6日、マゲリーン・アーロン・マックス・セット・レイジ組が腰の怪我のために出場を辞退した。10月12日、マリバルトマン・ルーベン・ブロマールト組が追加招待された。アイスダンス9月14日、草村 ソン・イズル・ナルグミが追加招待された。各競技の上位成績者には2015、2016ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演にはシングルで200ベイドル、 ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル支払われるとされた。ありがとうございます。